嫌だな、この客。怖がらせる側がテンション上がんねえわ。神様ってば、ひどいよ。神様とか言ってるし、やっぱり宗教なのか。確かにね、神に祈るってそうそうないからね。俺もトイレでお腹痛い時に引きこもってるぐらいしか神に祈らないもん。まあそういうのは人それぞれだからな。深く踏み込まないのがマナーってもんか。大人びてんな、信号。ところでさ、ワッキーはどの組だったの？まだ決まってないんや。これはあれだね、ハルヒ・セイラペアかミチとデブペアのどっちかってことか。にしても副会長と別の班ってのが一番幸運かもしれない、主人公。ん？俺は最後だから空いたところだぞ。ことは、枠的にくじを引く前から勝負が決まってた？先に引いておけばよかったのか。難しいね、これ。こんな綺麗に222で最後の一枠が開くとは思わないからね。タイミングじゃなくて、頭が悪かったんだね、私。ぐっくじ。頭悪いのはちょっと前々から分かってたんだ。ごめんな、ゆずき。でも自覚できてよかったじゃん。これから勉強頑張ろうな。あれ、駒形ってそこまで成績悪かったっけ？テストの順位とかちょうど真ん中ぐらいじゃなかったか？真ん中か。上位かと思いきやね。そういう意味じゃないんだ。でもバイトもやってて、それでも順位の真ん中ってすごいね。もうゆずきあらゆるところにおいて強すぎるな。フォローしたつもりが、ますます落ち込んでしまった。こういう時は一人にしてあげた方がいいかもしれないな。残るは5秒か。怖くない、怖くない。こんなの所詮は作り物、そう作り物だ。生無駄物、生無駄物。お前かい、ホラー苦手なキャラ。違うんだよ。ちょっと予想してたのと違うんだよ。女の子がキャーっていう姿が見たいんだ、こっちは。ん？こいつもお祈りをしてるみたいだが、俺が知らないだけで、実は月下界で、密かに宗教ブームでもあるんだろうか。宗教ブームって何？そんな、あ、いいね、これ、みたいな感じで入れるもんなの？おい、5秒。なんだ急に、びっくりするじゃないか。まだ始まってないよな。なあ。いや、残りお前だけだからくじ引けよ。あ、そうか、わかった。3番だな。ミツと副会長、なるほど、その組み合わせか。いや、怖いな。1組か。立脇くん、倉賀野さん、春日ちゃん。2組が駒形さんに先生と私、3組が高塚さん、水乗り君、五明君という組み合わせね。いや、カナのアナウンスが光るね。ここまで来てね、あれ、ちょっとパート1分空いちゃったし、どういう組み合わせだっけって分かんなくなってきた視聴者さんのためにこうやって教えてくれるっていう。お、そうか。立脇、よろしく頼むぞ。ハルヒ、ずいぶん余裕しゃくしゃくじゃない。小学生の時お化け屋敷怖かったんでしょ？今克服したの？にっこりと手を差し出してくる天神平。ああ、よろしくな。がっしりと握手。何の握手？急な握手やめて、怖いから。早く行きたいな。つくづくお前ら似た者同士だな。またハモってしまった。もうワクワクが止まらない。テンションもマックスだぜ。それでどの組がどこに行きましょうか？僕はこの迷路風というのがいい。というか、それ以外はいかんぞ。お化け屋敷と迷路風組み合わせちゃったらやばくない？怖いって絶対。富士急もあれ迷路っぽいじゃん。ダントツでやばい雰囲気が出てる気がするんだけど。どうして迷路風がいいんです？そこ突っ込んでやんな、セーラー。それは、ほら、どことなくメルヘンチック、じゃなかった。視察するにはうってつけだからだ。この僕がわざわざ見るんだ。視察にうってつけじゃないとな。乾いた笑いすんな。文化祭の出し物で迷路風つくのむずくねえか。視察がうまくいっても採用されるとは思わんぞ。高塚さんと水乗りさんもそれでいいですか？デブはなんか冷静に、あ、ここいいじゃん、ここいいじゃんとか突っ込みそうだな。まあしゃあねえな。こいつらとお化け屋敷に入るよりはまだ迷路の方が楽しめそうだかんな。それでいいや。あ、お化け屋敷っていうカテゴライズだけど、迷路は迷路として独立してんだ。あ、じゃあお化け屋敷じゃねえんだ。なんだ。お化け屋敷でドキドキイベントなんてのは、リアルでやってもくだらないだけだからね。あ、よかった、こいつら迷路で。アンチお化け屋敷すぎるだろ。俺も似たようなもんだけどさ、なんかもうバカにしてるまであるもんな。暗がりで抱きつかれてドキドキ。俺の胸の高鳴りが聞こえないから。いやだ、私いつの間にか彼の腕掴んじゃってるっていうのは、二次元でこそ司法なの。そうだよね、美穂のターン。うん、美穂のも、のりくんと一緒にお化け屋敷に行きたいな。遊園地でもデブテンションが止まらないな。拙者が守ってあげるからね、美穂のターン。
あ、まだ続くのこれ。早く行こうぜお化け屋敷。これで残りは初心者向けと上級者向けだけど、どうするの？さすが先輩、慣れたもんだな。水乗りをさらっと流して本題に戻してしまった。聞いてねえよ多分。あ、こっちの上級者向けって乗り物に乗るタイプなので身長制限があるみたいです。じゃあもう最初から決まっとるやん。いやでも逆に乗り物に乗る系だったらさ、自分で歩まなくていいから怖くないかもしんない。俺自分で歩く系のお化け屋敷一番苦手だからね。そうなると上級者言うてもそんな大したことないかもね。全員の視線が天神平に向く。失礼なことすんな。お化け屋敷の身長制限ってたかが知れてるだろ。なんだ失礼な奴らだな。もし身長制限でダメだった場合は二度手間になるから、私たちが上級者向けでいいかしら。そうですね、何でもいいです。どうせもう目的達成できませんから。ゆずき視察っていう名目で遊園地来てるからね一応。これデートじゃないんだよ、分かってる？達成？あら、今回の目的ってお化け屋敷の調査よね。え？ああー、そうでしたそうでした、バッチリ調査しましょう。やだやだ、私立脇くんと一緒がよかった。うっせえな。運悪い二人がいるなここに。神に見放された二人がいるぞ。くじで決まったんだから仕方ないですよ。さあ行きましょう。ゆずきそれはもう自分に言ってないか。自己暗示に近いぞそのセリフは。上級者向けに置いてあるお札を持って帰ると願いが叶うそうですよ。乗り物乗ってんのにお札取るシステムとかできんの？え、本当に先生結婚できちゃう？結婚かどうかまでは分かりませんが、一応パンフレットにはそう書いてあります。よし、それじゃ出発進行。ものすごい現金だな。おい、こうなったらせめて目いっぱい楽しむぞ。ゆずき視察だって。何度言えばわかるんだよお前。駒形も元気に出発していった。んじゃ、うちらも行くぞ。そしてなんとなく妙な組み合わせ感のある3組も迷路型屋敷に向かっていった。今の絵面すごかったもんな。よし、じゃあこっちも行こうか。せっかくだし楽しまないとな。春日本当に大丈夫？初心者向け言うてもお化け屋敷だぜ、怖いもの出てくるんだよ。遊びじゃなくて調査ですからね。そう言っている倉賀さんもウキウキとした笑顔だった。まあそうだね、ぼっちは一生遊園地行かない人生歩むもんね。こんなところで初体験できるなんて思わんよな。もちろん俺もドキドキでワクワクだ。うわ、真っ暗で何も見えないな。足元に一応誘導灯がついてるから転びはしないだろうが。なかなかいい雰囲気だな。これぞまさにお化け屋敷って感じだ。お、結構余裕そうじゃん春日。なんだ、克服したのか、すげえな。なるほど、こういう演出方法もあるんですね。いやまだ真っ暗なだけだろ。演出方法もクソもあるかい。でもライティングを間違えると転倒者が続出しそうだし、そこはしっかりと計画を練らないといけないかもな。嫌だなこの客。怖がらせる側がテンション上がんねえわ。先陣を切っている天神平がズンズンと前を進んでいく。すげえ春日、なんでどうやって克服したの？ちょっと教えてほしいわ。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。